7月5日、バスケットボール男子日本代表、フィーバランキング26位は国際強化試合で韓国代表、同50位と対戦。第3クォーターまで52から72と若手中心の韓国に大量リードを許す展開の中、第4クォーターに河村勇輝を中心とした猛攻で一時逆転に成功するも、同点で迎えた残り0.9秒に相手にフリースローを決められ、 84対85で敗れた日本は渡辺優太、左足ふくらはぎの負傷、6月28日に代表に合流した八村塁、コンディション調整、が欠場した中、河村が23得点、6アシスト、ジョシュ・ホーキンソンが17得点、9リバウンド、比江島誠が11得点、チーム最年少の20歳、ジェイコブス・アキラが三ポイントを三本決めて九得点。 7リバウンドと存在感を発揮ただ攻守ともにミスが目立ち韓国に3ポイントを50% 22分の11の確率で決められ日本は31.4%勝利には届かなかった試合後の会見で河村は北海道で開催されたオーストラリア戦は2試合とも勝つことができずに この韓国戦はそこで得た課題を合宿で修正して臨んだので自信もありましたし、勝たなければいけない試合でした。相手は若手中心ということで、入りからエネルギーがすごくて、相手の方がヒットファーストやフィジカルにディフェンスにしたり、自分たちがしたいバスケットをしていました。僕たちがやりたいことを相手に常にやられて、ゴテゴテになってしまいました、とコメント。23歳の司令塔は、 あってはならない状況。あってはならない試合をしてしまった。と敗戦を悔やみつつも、マインドセットを切り替え、日曜日の試合は自分たちからヒットファーストして、ディフェンスも遂行力を高めて戦うことが必要になると思います。と前を向いた。パリ五輪開幕まで約3週間、日本は7日の韓国戦後、19日にフィーバーランキング3位のドイツ。 21日には NBA で3度の MVP に輝いた万能センターのニコラヨキッチ率いる同4位のセルビアとの強化試合が予定されている。また、本戦では初戦で昨年のワールドカップ王者のドイツ、2戦目に 224cm のビクター・ウェン・バンヤマと 216cm のルディ・ゴベアの強力ツインタワーを擁する地元フランス、フィーバーランキング9位。 3戦目に現在ラトビア会場で行われている最終予選を勝ち上がったチームと対戦する6月にスタートした国際強化試合で未だ勝利のない日本この韓国戦の負けがチームのウェイクアップコール目覚ましになるのかここからの巻き返しに期待がかかる